今回はセクション6になります。それではまずセクション6の概要から解説していきます。前回はデータベースについて解説しましたね。えー、今回はコンピューターとプログラミングということで、ここまで解説しなかったいくつかのトピックについて解説していきたいと思います。今回の内容はこちらの通りですね。まずはセクション6の概要です。 そして、最初にプログラミング言語とコンパイラーについて解説していきたいと思います。その上で今流行りの人工知能ですね。人工知能の概要をここで解説します。そして、コンピューターの中の宇宙ということで、セルオートマトンという仕組みについてここで解説していきたいと思いますね。ここでは実際に皆さんにライフゲームというセルオートマトンの一種を実装していただきたいと思います。 それが今回の演習になりますね。そして最後ですけど、皆さんに向けたメッセージをお伝えして終了となります。それでは今回の教材について紹介します。まずはいつもの Python の基礎ですね。プログラミング言語 Python に自信のない方はこちらであらかじめ学んでおいてください。そして今回の教材ですね。ライフゲームという名前のノートブックになります。 こちらですけど、その名の通りライフゲームを実装していただくという演習が入っています。ちょっと見ていきましょう。えー、セクション6のライフゲームというノートブックになります。はい。えー、こちらのオープンインコラボのボタンをクリックすればノートブックを開くことができます。えー、後ほどこちらの教材は使っていきたいと思います。 それでは教材の紹介は以上ですね。えー、セクション6の概要についても以上になります。次に行きましょう。